どうもハッシーです。小型水槽24日目、水草植栽1週間が経ちました。オゴステモンエレクタス、全体的に新芽が萎縮してしまいました。左が新芽の萎縮で、右は正常です。この水草は差し戻した際に新芽の萎縮がよく起きる水草です。起きないに越したことはないんですが、そのうち脇芽が出てくると思います。ベトナムゴマの葉草、水上葉を植栽していましたが、こちらも何本か萎縮しています。新芽が萎縮して、その下から脇芽が出てきています。水上葉だったので水質に適応できずに一旦枯れて、新たな新芽が出てきたとも取れますね。パンタナルレッドピンネイト、萎縮ではないのですが矮小化しているようにも見えます。あと若干白化しているようにも見えます。育成難度の高い水草ですが、ストック水槽で苦労なく育ってくれたので簡単じゃんって思っておりましたが、一癖ありましたね。ストロギネーレペンス、もともと状態が悪かった割には健闘しているかな。キューバパールグラス、5ミリ成長しました。特に問題もなく順調です。気泡の数が5、6個しか見当たらないので今後に期待です。成長のスイッチが入り次第気泡の数も増えるはずです。ではいつもの水質測定。ここ1週間の灌水量は週に2回 50% 灌水でした。ミネラル調整した RO 水で灌水を行っていましたので、pH、TDS、GH、KH は理想の数値を維持できています。硝酸塩は1ミリまで低下。新芽が萎縮した主な原因は窒素欠乏と見ても良いかと思います。だとすると硝酸塩は2から3ミリをキープすればいいんですかね。硝酸は減ったのにリンが減りませんでした。私は減らす予定でしたが原因不明です。酸素や CO2 濃度は完璧ですね。新芽の萎縮と硝酸が低すぎるため総合肥料を9つ追肥しました。今回の定床作りはコントロソイルとイニシャルスティックですが、 RO 水を利用する場合は水草植栽前に総合肥料を施肥するか、栄養系ソイルを併用するなど、もう少し養分を上げた方が良さそうです。このエビなかなか渋くないですか。背中にフィッシュボーンの柄が入っていてお気に入りです。まあただの黒南沼エビなんですが、この個体増やそうかな。現在の藻類の状況ですが、特に目立った苔はないです。ガラス面にうっすら白いもやがある程度です。本日もご視聴ありがとうございました。続きが気になる方、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。